はい、ギルセンスをね、やっていきますということで、この皆さん、このモグショップの、この FF コラボイベントメダル、これもう集めきれてます？自分、この神明のかけら、この UR と SSR は取ろうと思ってるんですけど、まあ、遠いね。ちょっと心が折れそうですよ。まあ、言うて別にずっと放置して周回してるだけなんですけど、全然増えていかない。なんか2時間くらい経って、この画面見た時の、メダルそんな増えてなくね？みたいな。一応ね、育成しつつのメンバーでは行ってるから、一応周回の速度は遅いとはいえね、さすがに思えば、この早期の減給も視野に入れてたんですけど、もうこの早期の減給はもういいかなって感じですね。そして、今日ね、セリスです。まあ、セリスはね、ちょっとイラストね、まあ、はっきり見るのはちょっと今が初めてですが、まあ、今回の3人の中ではね、まあ、イラスト自体はね、一番マシかなとは思いますけどね。まあでもね、ファイナルファンタジー6っていうね、一番好きなナンバリングタイトルで、このクオリティはね、まあ残念かなって感じですよね。で、3D のグラフィック。この角度はね、ちょっとわかんないですけど、なんか顔が、なんか中央に寄ってる系で、なんかあんまり可愛くないなって感じですね。どうだろう、ちょっと 3D グラフィックね、くるくるしないとちょっとわかんないですけど、この角度だとあんまり可愛くないですね。かっこよくないですね。なんかセリスってこんな感じでしたっけ？もともとスーファミのね、二等身だか三等身だかのイメージなんで、なんとも言えないですけど、なんか自分の頭の中にあるセリスはなんかこんな感じじゃないなって感じですね。もうちょっとなんか魔法剣士っぽいイメージっす。トラマス装備はまあ普通か。精神アップと状態異常無効。ただね、ちょっとまだ全然性能とか全然わかんないですけど、まあ、攻略サイトに書いてある事前情報では、魔法攻撃をね、無効化できる魔法タンクっていうのをね、見た気がしたんで。魔法攻撃を無効化という時点で、そのなんかワードが強いですね、もう。そのワードでなんかこいつ強そうだなって感じです。まあ、どうだろうね、この前のティナもそうですけど、まあ、まさかのね、無料単発チケットでね、ティナ出ちゃったんで、ガチャした後にね。まあ、セリスもね、一応ログインボーナスでさ、無料単発チケット引き終わってからやるのもいいかなと思ってるんですけどね。今日引いて出そうか出なさそうかって言ったら、どっち寄りかっつったら、どちらかっつったら出る寄りなんですよね。ただこれあんまりガチャする前に言いたくないけどね、ファイナルファンタジー6一番好きだって言いましたけど、結構セリスはね、下の方なんですよね。好きレベルで言うと。パーティーに一番入れなかったかな。セリスと、名前忘れちゃったのも、おじいちゃんと孫。この3人はね、パーティーにあんまり入れなかったイメージがありますね。だったらやっぱりエドガーとかマッシュの方が嬉しかったかなって感じしますけどね。いや、ちょっと軽く行こうか。Q ステップ。あ、なんか話そうと思ってたけど、なんか忘れちゃった。そうそうそう、思い出した。ガチャする前にこの話したくて。最近さ、どのゲームもさ、まあ自分がやってるゲームですけど、アップデートのね、内容がすごくて。まあ、例えば最近動画出したさ、リンカネもね、結構、快適になるアップデートすごいしてて。三国志波動だってね、アップデートのたびにね、毎回毎回いろいろやってくれるし、もちろんロマンサガーレスもね、本当にまだ全然動画も出してないゲームたちも今度出そうと思ってるんですけど、ガチャ来たらね。アップデートが本当にすごくて。ただね、やっぱ、ちょっとガチャする前にこれだけ言いたかったんですけど、まあ、いろんなゲームがね、アップデートすごいんですが、すごいね、いい快適になってて、すごいユーザーの意見を聞いてるというか、なんか本当にどのゲームもね、自分が過去に、アンケートだったりさ、まあ、ツイッターだったりさ、まあ、問い合わせだったりさ、まあ、そういうもので、書いたことがあるね、回収をしてくれるんですよ。どのゲームもね。いや、みんないい運営だなと思ってね。ただね、幻影運営ね、やっぱクソ運営ですね。全然なんか意見取り入れてくんないんで、マジでクソ運営だなと思いますよ。いや、本当に幻影運営ってね、集金に関係ないね、改善はね、全くしてこないですからね。いや、クソ運営だなって思います。さあ、ボロクソ言ってからのガチャ行きましょうか。50連でね、蹴りをつけましょう。危ね危ね、スキップしてるとこだった。もう20連くらいで終わらしちゃってもいいかな。前回のティナガチャは、9ステップで、初めてね、UR0 っていうね。とんでもない地獄を見ましたが。初めてですよ。9ステップで UR0 は初めてでした。前回のティナガチャね。さすがに今回はそれないね。なんならこれで出てもいいよ。
よしよし。ああ、これ来ちゃったかもね。なんかさ、飯松動画になっちゃうかな。なんかキッズたち曰くさ、自分実は裏では今もなんかめちゃくちゃ課金してるらしいんで、キッズたち曰くね。またなんかキッズたちに恨み買っちゃうかな。すいません、10連でゲットです。まあ今日はね、まあそんなにガチャン悪くない日だと思っていたんで、まあね、当然の結果かなと思います。なんかぶっちゃけた話しますけど、自分なんかあのコラボ、ナンバリングコラボの時、毎回10連で弾けてる気するんですけど、アーロン10連じゃないですか、カインも10連だった気がするな。でエアリスもなんか10連で出てきたイメージですね。アラネアは10連じゃなかったかな。なんかアラネアもなんかすげえ早かったイメージあるけども、なんか過去のナンバリングコラボなんかみんな10連で出てきてくれますね、誰かしらね。ってことはこれモグショップで交換できる、かけらの数が10枚になってしまうんで、たったの10枚か。ってことはなんかティナガチャでさ、ティナ使うのはね来年の夏くらいになっちゃうかなって言いましたけど、仮にセリスを、かけらの兵舎に入れたとするじゃないですか、まあ、EX120 で使うことになるのは来年の冬くらい。遠いわ。でもかけらの兵舎はもうね枠空いてないんで、もうきついんすよ。もう育成したいキャラクターがたまりすぎてましてね。いや本当に10連で出ると思わなかったな。そこそこ早いとは思ってたけどね。そしてまたね限定ビジョンラッシュ。いやこのねビジョンカードもね、あのかけらの兵舎とかねハードクエストあればね、全然ガチャしたいんですけど、そういうのがないんで、まあいいかなって感じですね。あと、まだあの、すげえ、ビジョンカード何個来てんの ?1、2、3、4、5個。限定ビジョンカードが5個もガチャ来てますね。まあ何個かは復刻ですけど。まあでもさっきも言ったけど、もし、あのね、ハードクエストとか、かけらの兵舎があれば、この予兆ね、取りにね、5ステップやってもいいんですけど、それがないから、まあいいかなって感じですね。まあそんな感じで、まあ、自分のね、まあ、ゲーム戦争に限らずガチャ動画見てくれてる方なんとなく気づいているかもしれないんですけど、自分ちょっとガチャ運が飛び抜けていい方なんで、なんて言うんだろう、自分が出てるから、うわなんか俺も出るんだって思わない方がねいいと思います。別に無課金ならいいんですけど、自分のこの動画でなんか釣られて課金するのだけは絶対にねやめた方がいいかなと思います。本当に元廃課金者からの助言ですけど、マジであのガチャでね課金するのはね本当にやめた方がいい。もう最近本当に思うのよ。ちょっと前も何かのガチャで、ちょっと課金してガチャしようかなって思ったんですけど、でもさ出るかもわかんないものに対してもともとさ月にね何十万も課金してた人間が言うことじゃないですけど、これ出るかもわかんないガチャのために1回3000とかさ4000払うわけじゃないですか。もうバカバカしくないですか。だったらそのお金でさ、なんかいいもん食った方がいいじゃないですか。っていう話。だから本当に出るか出ないか分かんないガチャに課金することはもう本当にないんじゃないかなって思っちゃう。やるとしたらなんか確定の時みたいな。まあ、ゲーム戦争に関してはちょっと別ですけどね。あのガチャから引いて終わりじゃないんで。他のゲームだったら本当になんか、限定キャラクター1体確定とかね。そういうのに課金するのはいいと思うんですけど。まあ、ゲーム戦争でこういうのに課金しちゃダメですよ。引いて終わりじゃないんで。引いてからさらなる課金を要求されるんで、引いちゃダメですからね。ハードクエストとかけらの兵士あるなら別に、これ優勝で課金して、なんか狙いに行くのはいいかもしれないですけど、ハードクエストもかけらの兵士もない状態で、これをやるのはもう愚の骨頂なんで、やめた方がいいと思います。あと久しぶりにあの、ギルドメンバーね、一人空いたんで、今ね、ランク100以上で、ランキングとかね、PVP にあんまり固執してない人ね。で、まあ、ガチな人は本当にね、ちょっとめんどくさいんで来ないでほしいなと思います。またはまあいつも言ってるけど、まあキッズは来ない方がいいんじゃないかな。比較的もう本当に平穏なね、節度ある大人たちのギルドなんで、たまにあるんですけど、自分結構あの、幻影運営批判のね、動画を出していますが、自分別に幻影戦争は大好きで、素晴らしいね、素材のゲームだったと思ってるんで、ただ幻影運営がクソっていうだけで、ちょっとそれをね、ちょっとあんま勘違いするね、人はね、あんまり来ないでほしいかなと思います。ギルド内でそのコメント欄とかで、なんか入ってきて早々なんか誹謗中傷みたいなコメントする人たまにいるんですけど、そういう人はちょっと来ないでほしいかな。自分がこういう動画出してるから、
なんかそういう人勘違いしてきますけど、あのギルドのチャット内とかでそういうことを話すのはちょっと基本的にはしていないんで、基本的にはゲーム内の平穏な話しかしてないんで、まあそんな感じで、とりあえずね、今一人募集しています。でもう一人また1週間くらいね放置してる人がいるんで、まあ、そろそろちょっと除名するんで、もう一人くらいね空きができると思うんで、まあ、動画概要欄と募集要項を確認してもらった上でね、ぼちぼちくらいの人お待ちしておりますということで、そんな感じで、どうもありがとうございました。